マカッサルはインドネシアの都市。旧名はウジンパンダン。スラウェシ島の南部に位置し、南スラウェシ州の州都である。ゴワタロ王国時代の17世紀前半から後半にかけては公益中傾向として大いに栄えた。現在は人口が約134万人でインドネシア7番目の大きさである。また、東インドネシア地域の中心的な都市でもある。 もともと、都市の名前はマカッサルであるが1971年にウジュンパンダンに改名され1999年に元の名前に戻された。町は南スラワイ市の主要な港で定期的な国内及び国際的な輸送路を有している。定期的な長距離配送のためのピニッシセを呼ぶ重要港として国内では知られている。植民地時代。 町は大量に輸出されていたマカッサル油で有名であった。マカッサル黒炭は柔らかい黒の色相であり、高褐色あるいは茶色の基調に輝き、精巧なキャビネットやベニヤ板を作成するために非常に珍重されている。ハサネディン国際空港がある。高信料貿易はスラウェシ島の歴史を大きく左右した。豊かな貿易を支配するために、 植民地になる以前から現地人同士や外国相手に何度も戦争が起きた。この地方産の香辛料は西洋で大きな価値があったのだ。スラウェシ島南部の歴史は13世紀から14世紀まで遡ることができる。ロッテルダム要塞2010年16世紀初めマカッサルはインドネシア東部を代表する貿易の中心で、 東南アジア島諸部で最も大きい都市の一つになった。マカッサルの王はすべての町の訪問者が商売を行う権利を主張し自由貿易の政策を維持した。その結果イスラム教が支配的になったが他のキリスト教徒を、またオランダがこの町において潜売会社を設立する試みを阻止した。これらの魅力がマカッサルが高信領諸島での貿易において 遠方から来るヨーロッパ人やアラブ人の商人の価値のある拠点として、また、マレー人の働き場として、重要な中心地となった。1511年、マカッサルに居住した最初のヨーロッパ人は、ポルトガルの船員であった。マカッサルは、中国人やアラブ人、インド人、タイ人、ジャワ人、マレー人が、金属製品や、織物、真珠、金、銅、小脳、 香辛料を交易する繁栄した国際的な貿易港だった。強大なゴア王国のもと、16世紀までにマカッサルは、スラウェシ島の使用港となった。ゴア王国は11の要塞を持ち、海岸に沿って海を要塞化した。ポルトガルの支配者はこの都市をマッケッサーと呼んだ。17世紀前半、オランダの登場によって事態は激変した。1667年。 オランダはポルトガルにとって代わり、マカッサルを植民地にした。彼らの第一の目標は、高新量貿易で覇権を握ることだった。そのためにまず、マカッサルの要塞を奪い、再建し、ドッテルダム要塞と名付けた。この要塞を用い、オランダはゴア王国の要塞を破壊した。当時ゴア王は、マカッサル郊外に強制的に住まわされていた。 1825年から1830年のジャワ戦争の後、リポヌゴロは1855年に死ぬまで、ロッテルダム要塞で暮らした。古い貿易都市は、城壁で囲まれ、ベラハディン軍となった。オランダ支配を嫌ったアラブ人やマレー人、仏教と中国人も城壁の外での貿易に戻ってきた。20世紀前半の市場通り町は再びコプラや塔、真珠、 ナ生湖、香木、バドアブラ等の東インドネシアの商品が集まる場所になった。オランダは海岸を支配していたが、南部内陸の支配者たちを圧倒するようになるのは20世紀前半のことだった。同時期、オランダ人宣教師が多くのトラージャ族をキリスト教に改修させた。1938年にはマカッサルの人口は8.4万人に達した。 ジョゼフ・コンラッドは、高信領諸島の中で、最も小さく、おそらく最も清潔な町であると述べた。第二次世界大戦では、マカッサルは、エム・フロン大佐率いる王立オランダ領東インド軍、約1000人が防衛した。彼は、海岸は守りきれないので、内陸でゲリラ戦を選択した。1942年2月9日、日本軍がマカッサル近くに上陸した。 オランダ軍は撤退したが、すぐに捕捉され、日本軍の捕虜になった。1950年のインドネシア独立戦争の後、マカッサル暴動が起きた。1950年代、人口増加に伴い歴史的建築は、近代建築に置き換わり、現在では見つけにくくなってしまった。ハサヌリン大学、ありがとうございます。